します。はい、じゃあ行きます。はい。どうぞ。猫丸のグッドナイトスリープ。はい、時刻は0時半を回りました。グッドナイトスリープのお時間です。MC は承認欲求の塊、猫丸と。承認欲求の塊、山内です。あ、山内さんも塊になっちゃったんですね。嘘、実はあんまりないです。そうですね。山内さんはそんなになんか承認欲求の塊感少ないですね。あ、そんなの分かるんですか？いや、なんとなくなんか、なんかこう、感じないですね、そんなに。あんまないかも。そうなんですね。私はもうめちゃくちゃありまくるので、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。この番組は、埼玉の私の自宅より1時まで放送します。皆様、最後までお付き合いください。はい。この番組は、男の子系 VTuber の猫丸が、男の子の秘密についてお話ししていったり、歌を歌ったりする番組です。この番組ではメッセージを募集しています。猫丸、男の子で猫丸の Twitter アカウントを検索していただき、リプライや DM でぜひ送ってみてください。また番組は同時に YouTube で生配信しております。猫丸の Twitter アカウントの放送開始のツイートから閲覧して、コメントでご参加いただけたら幸いです。また番組はリスラジというアプリで全国どこでも無料で視聴していただけます。ぜひご活用ください。それではここで一曲お届けいたします。コナミさんの Love to Me という曲です。聴いてください。今曲やってます。でもね、今喋れないんだよね。聞こえない、猫丸さんの声。どうしよう。はい。い聞こえつまもすか？喋ってんのかな。大丈夫です。喋ってないんで、大体。でもね、あと1分で終わるので。あと1分どころじゃない、30秒ぐらい。ラブトゥーミー短いですよね。どうぞ。はい、ありがとうございました。というわけで、今日は、ちょっと私、最近配信でよく麻雀をやってるので、そのはい。話をしようかなと思ってるんですけど、山内さん、麻雀って、やりますか？いや、俺やらないっすね。あ、やらないんですね。なるほやりど。そう。あんまり、あれですか、沖縄って麻雀、あんまりスタミナ感じですか？あ、いやいやいや、学生の時は流行ってて、ちらっと教えてもらったけど、なんか俺はハマらなかったですね。ああ、そうなんですね。やってる人いますよ、結構。本当ですか。なんか麻雀、私もなんか、昔やってて、で、なんか、4、5年ぐらいやってから、なんか、もっと、運が絡まない勝負がしたいなってなって、なんかそこから将棋に変更してった感じなんですよ。将棋。はい、将棋をガチでやってます。確かに将棋は運が絡まなさそうだね。一応、先手と後手くらいですかね。でも麻雀は運もあるんじゃないですか。結構ありますね。あれだから、プロの人とかにもなんか結構やりたての人が勝てる時もあるし、みたいな。でもなんかいっぱいやって、なんか平均みたいなの出したら、絶対実力が出るんですけど。でもなんか、そう、あんまり、その時はなんか麻雀に対してちょっと、負のイメージが湧いてしまって。なんでですか？
なんかそうですね、やっぱ実力じゃない試合が結構あるなって感じて、あと一番怖かったっていうか、なんか思い出に残ってるのは、なんかゲームセンターで、なんか麻雀格闘クラブっていうのをやってたんですけど、それで、なんか初めて初段に上がった時に、なんか次の対局で、ダブルヤクマンっていう、なんかめちゃくちゃ高い手を、最初に持ってるのが2万5千点とかなんですけど、その7万2千点取られるっていう手をやられて、で、なんか、その、やられた時になんか雷が落ちるんですけど、ゲームの中で。なんかそれがその7万2千点なんでめっちゃでかくて、で、そのゲーセン自体の音もなんかでかくて、なんか、後ろになんか、うわーってなっちゃったんですよ。で、なんか、横に6人ぐらい、なんか6台ぐらい並んでみんなでやってるんですけど、なんか他の人がなんか、どうしたどうしたみたいな感じでなんか、聞いてきて、悪目立ちしたんだ。と丸目打ちしました。いや、それで、その時一回、麻雀完全にやめたんですよ。なんか、ああ、有段者ってこんな強いんだ、みたいな思って。本当はそんなことないんですけど、たまたまその時、そういう人が運が良かったってだけなんですけど、まあなんかそういうこともあるので、まあそのプロの人がその初心者になんかただ初心者で運が良くて、そのまま2000点とかやられたら何にもできずに終わることもあるから、なんか将棋の方がいいかなとかって思っちゃったんですよね。でも将棋の方がコテンパンでしょ。そうですね、やられるときはコテンパンですね。だってプロとさ、普通の人たち、例えば僕とかは、まあ将棋はもちろんルール知ってるし、一時期はやってましたけど、でもそんなね、プロレベルじゃないから、もう意味わからないですもんね。ああ、その上手い人の手がってことですか。なんでよっていう。まあテレビで将棋のあれやってるじゃないですか。盤面解説とかですよね。歴史のやつね。はい。あれ見ててももう意味がわからんもんね。なんでそこみたいな。ああ、それね、わかんないとき、本当にわかんない。なんか最近、なんか解説に AI 使ってるんですけど、結構。なんか、その AI が、なんか最善手、この手の次の最善手これですってやって、で、出てるんだけど、それが意味わかんない手だったりして、で、プロの人が解説してるんですけど、いや、なんかこの手は、さすがに指したら良くないんじゃないかな、みたいな、言ってるところに、その最善手を藤井聡太さんが指したりして、すげ すごいですよね。え。いや、一見は、全然なんかいい手に見えないんですけど、なんか詰めると、それでなんか優勢になったりしてて。ほら、だから将棋の方がなんか、なんていうの、プロとは別世界って感じがするんだけど、運が絡まない分。ああ、そうですね。そうですね。運が絡まない感じですね。そうなんですよ。将棋は、なんか、一応レートって言って、なんか、数値で、強さが、一応表されてるんですけど、私が大体400ちょいぐらいで、多分、藤井聡太さんとかって3000超えてるので そうなんだ。めっちゃ違う次元の世界だと思います。確かに。なんか、じゃあ俺とか2位じゃないかな、2位とか。今さすがに いやいや、それぐらいだよ、多分。そうですね。そうなんですよ。なんか、レートが、だいたい200ぐらい離れてると、もう9割方勝てないぐらいなので、はい。なので、まあ、400と3000がやったら、なんか、見てる人もなんか、つまんなくなると思います。そうですね。なんで、そか、こから麻雀にはまったんだ。あ、いや、逆ですね。その、麻雀をやってて、その、運が、変わらない試合がしたくなった。将棋始めたって感じ。あ、で、最近なんか、まあ、なんだろう、エンジョイする、なんか軽くやるぐらいだったら麻雀もいいかなと思って、ちょっと、またなんか、ちょこちょこ始めたって感じですね。なんか、今なんか無料でできるんですよ。ネットで、なんか、ジャン玉っていうやつ
なんか昔はなんかゲームセンターで100円入れてやってたので、なんか、ああ、いい時代になったな、みたいな。ほんとね。ほんとそうですね。あ、そう、なんか将棋は、なんか格言で、なんだっけな、なんだっけ、矢倉の時代は終わったとかっていうのがあるんですけ櫓っど、てもあったね。矢倉わかりますか？櫓ってなんか王の周りに何か囲むやつじゃない？そうですね。玉の右側で金銀3枚で囲う形を。金銀3枚だっけ？3枚ですね。基本は3枚。まあ、4枚の櫓とかもあるんですけど、またそれは細かい話で。一応なんか、矢倉の時代終わったっていう、なんか、将棋のプロ棋士の人が言ってて、実際なんか、プロ棋士間ではあんまり使われなくなったみたいなんですけど、それは全然プロ棋士間の話で、すごいスピタラの話で、まあ、私らみたいなそういう、なんか、普通の一般の人が、全然矢倉やって、あいつ矢倉に囲ったから絶対勝てるわ、みたいな、そんなんではないんですよね。うん。山内さん、矢倉どんな囲いだったか思い出せますか？いやー、ちょっとわかんないなー。でもそんなね、聞いたことあるぐらいで、はい。多分そこまでやってないんじゃないかな。俺なんかの時は、玉の隣が金じゃないですか。そうですね。で、金の上に銀を置く感じ。ああ、斜めに上がって。で、両方ポンってやって、はい。で、その後なんかしたんだよな。何か、こう、核の入り口を作るんだったかな。まあ、そんな感じのレベルですよ。ああ、なるほどですね。なんか、それで、飛車が、玉の一個上に行ったら、無敵囲いっていう名前が一応ついてます。そうなんだ。はい。じゃあ、飛車はもう守り？まあ、飛車も守りなんですけど、この囲いは、ちょっとなんか、B 級戦法って言われてて、そうなんだ。まあ、プロはやらない。まあ、初心者はあんまやらないですね。なんか、本当に、なんか、なんとなく硬そうじゃないですか。なんか、硬そ 簡単に作れて。う。なんか、小学生とかが考えた、僕が作った最強の囲いみたいな意味で、無敵囲いっていう名前が、そうつ いなてんますだ。ね。うん。実際はめっちゃ弱いんですけど。そうなんだ。はい。そうそう、その飛車が攻めに使えないので。やっぱりね。そうですね。玉が真ん中いて。そうですね。難しい、難しい話だ。そうね。だから僕は2手3手とか読まなかった気がするな。あ、本当ですか。あっちがこう来てじゃなくて、要するにこっちがこう動かしてあっちがこう動かしてとかって何手かって考えるんでしょ？そうですね。場合によって、なんか、10手、20手先まで読むときもあるみたいですね。無理無理無理。いや、でもなんか、3手先まで読むのが完璧にできたら、初段までいけるって誰かが言ってました。いや、だってその一手先を読むのに何通りあるよっていう話じゃないですそうなんですよ。めっちゃ何か。通りもあるんですよ。何通りどころじゃないよね。だって歩動かすかもしれないし、何動かすかもしれない。わかんないじゃん。そうですね。そうですね。いや、1手先ぐらいだったら、まだ多分50、60通りぐらいで収まるんですけど、この2手、3手ってなると、それかけるようになってくるので。ね、無理だよね。無理ですね。ねこれをやってるのがえ。AI なので、なんかすごいなって思ってます。AI より人じゃない、人がやってるわけでしょ。まあ、そうですね。人もやって、てるんでプすロけど、の人。はい、プロの方はすごいですね。今、プロの方も大体 AI で勉強してるみたいですよ。なんそか、うなん家だ。で、AI 使って、こういう局面は何打ったらいいのかなっていうのを自分で研究したりして。行き着くとこまで行ったらどうなるんだろうね、こどうなのるんでしょう将棋ね。の世界は。わ かんないですね。
ねなんか最近すごいなって思ったのが、え。うん。なんかその定石ってあるじゃないですか。はいはいはい。こういう、まあ絶対これが最善っていう流れをここまで組んどくのを、普通は定石通りやるんですけど、なんか、あえて定石から外した手をやって、で、その定石が外れたところからの勉強を AI で事前にしといて、自分が有利になるっていう作戦の方が、プロ棋士の方でいました。ちょっとよくわからん世界だね、本当に。まあ、そうですよね。難しいですよね。むずい。まあ、普通に考えたら、まあ、昼食、今日のおやつ休憩何なのかなとかっていうのを楽しむのが一番 良さそうだ。だいぶまた離れたけどね。いやー、藤井聡太さんのなんか昼食、おやつとかめっちゃ流行るじゃないですか。ああ、確かに。すすごごいいですもよんね。影響ね。力がすごいですよね。すごい。なんか、うちも、パソコンに AI 入れてるんですけど、何それ？でパソも、コンに AI 入れる？そうです。その、将棋のああ、AI 将棋も、の、はいはいはい。入れて、なんか、その局面読ませたりして、たまに自分で勉強するんですけど、なんか、確かね、1秒で3億種類ぐらい、3億手ぐらい読んでました。やば。っていうか、3億手もあるんだ。まあ、その何手先とかまで考えると、だからなんかそう頭ね、の無中限かもで、な。やばいですよね。その3億回待ったしてるってことなんですよね、AI は。ああ、なるほど。もう全然わからん世界だね、本当に。難しいですよね。まあ、だからそんなのに今人間が勝てるわけもなくて、なので、まあ、どっちかっていうと戦うっていうよりもなんか一緒に、なんだよ、まあ勉強させてもろてみたいな、ですね。それをやってるんですか、今。たまにやってます。たまに。でもなんか、それがちょっとソフト出しとかいう問題があったりして、ソフト雑誌？ソフト出しっていう、AI で全く対局、オンラインとかで、対局しながら、その AI にどの手指したらいいのか聞いて、その通り指したらめっちゃ強いじゃないですか。それをたまにやっちゃう人がいるんですよね。ああ、なるほど。それが、まあなんかソフト一致率とかで、なんか AI と全く同じ手を指してる率がどれくらいかっていうので、なんか判定してバンにしたり、アカウント停止したりするんですけど、なんかね、一回ね、そう、卒アしてる人ってどんな気分なんだろうなと思って、相手の人に、卒アししていいですかって言って、許可もらって、で、なんかランクが変動しない、なんか自由対局室っていうところでやったことあるんですよ。なんかね、ボロ勝ちしたんですけど、なんか全然面白くなかったです。ああ、でしょうね。だってあれ考えてね、戦略とかを考えてやるものだからね。そうですね。だし、なんか、すごい強い、って指してるんですけど、なんか自分が指してる手の意味が分かんないので。ああ、なるほど。確かに。なんでここやねんと思いながら指してるわけでしょそうなんですよ。う。で、謎に勝つっていう。確かに面白くなさそうだな。面白くなかったですね。やっぱり将棋は自分の力でやった方がいいですね。確かにね。でもこの絵ってさ、AI でやるとかっていう風になってくると、なんかつまんなくなってきそうだけどね。自分、AI 同士の対局をテレビでやるような感じになったみたいな感じですか？結局、例えば自分が負けたとしても、あっちが途中まで AI でやってるとかさ、なんか、なんていうの、その、もうやるね。AI が存在してるだけで、なんか、なんていうの、人と人、ね、オンラインではね、なんか、つまんなくなりそうだなと思って。対面だと AI 使えないわけでしょ。それ、やった疑惑がある人がいますね。
対面で？対面で。どんなやつなんか、で？トイレ行ってる間になんか携帯いじってやってたんじゃないかっていう疑惑。疑惑は晴れて白だったってことになったんですけど、まあ、不可能じゃないっていうことで、まあ、対局会場は携帯持ち込み禁止に今なってるみたいですね。ああ、それがいいね。いや、でもそうですね、確かにオンラインだと、なんか、アプリで、なんか、将棋ウォーズっていうアプリがあるんですけど、それが、公式がなんか、100円課金すると、なんか、5手だけ AI が指してくれるっていうやつがあって、何じゃそりゃ。あるんですよ。それを、たまに、なんか、相手が使っててもわかんないんですよ、その仕様上。でしょうね。そう、わかんなくて、いや、なんか、今の対局、使われてたのか使われてないのかわかんないみたいな。っていうのがあったりして。そうそう、だからね、なんかその存在だけで結構なんていうの、世界観が崩れそうだなと思って、この将棋の。確かにそうですね。存在してなかった方が良かった説もあるんですね。まあでもやっぱり人間は作りたくなっちゃうんですよね。確かに。あまりある力を。もう AI を活かすんだったら、例えばそれこそシミュレーションとか、そういったのでやればいいのにね。その、生物誕生とかね、そういう地球誕生とか。ああ、なん違か、う？こういう、なんかバーチャルで、なんか、こういう 3D グラフィックみたいなので表すみたいな、そういうことですよね。そうそうそう、なんかマトリックス的な。なるほど。やってる方いるかもしれないですけど、どうなんですかね。なんかどうなんで YouTube しょうとかね。なら探したらあるかもしれないですね。ねえ、そこができるのかな。なんか、今、チャット GPT とかって知ってますか？なんか話題になってるじゃないですか。あれに、なんか、AI は人類を滅ぼす可能性ありますか？みたいな聞いたことあるんです。なんか、ちょっとその可能性はほぼないんだけど、人間管理者の人が、それに気をつける必要があります、みたいな。その AI 自体を作った人が、その危険性に、まあ、ちゃんと認知して、ならないように私たちを作るっていう、作って及び管理していくことが大切です。そうじゃなかったらもしかしたらなる可能性もありますよね、みたいな。確かに。怖いね。怖いですね。いや、てか、その回答も結構的確だからまた怖いなって思いました。確かに。3分前ですが。あ、じゃあ、そろそろ、じゃあ、スタイルを流して、終わりに、締めに入りましょうか。じゃあ、スタイル流して途中でじゃあ喋りますか？そうですね。そうします。じゃあ、スタイル聞いてください。してください。いつから喋ります？どうする？聞こえんか、やっぱり。ごめん、聞こえない。どうしよう。どうしよう。適当に俺が決めて、1分前からでいい？ 1 分前。OK。でももうそろそろですよ。あと30秒。
じゃあ行きます。どうぞ。はい、ありがとうございました。今日は久しぶりに山内さんに担当していただいて、はい。はい、ありがとうございました。いろいろ新鮮でした。楽しかったですね。そうですね。なんだかんだ、結構、あれ？ 2、3ヶ月ぶりぐらいですかね。山で内すさんとね。話すの。うん。今日はなんか、ちょっと変な異次元の話をしてしまってすいませんでした。ええ、楽しかったですよ。楽しかったです。はい。あっという間の30分でしたね。はい。番組に参加してくれた皆様、ありがとうございました。お相手は、性欲の権化、猫丸と、制服の権化山内でした。ありがとうございました。それでは、また来週同じ時間にお会いしましょう。つまるー。OK、ちょっと待ってくださいね。もうちょい曲を取っときます。そっか、これ録音を止めるか。